イギリス情報機関のトップ MI5 長官、ケン・マッカラム氏は7月14日に講演を行い、テロと同様に中国共産党とロシアの素パイに警戒するよう呼びかけました。彼は外国のスパイはイギリスの技術を盗み、トラブルを引き起こし、インフラを攻撃しようとしていると警告しています。ラジオフランス・アンテルナショナルはガーディアン紙の報道を引用し、このように報じました。 マッカラム氏は2021年情報システムの脅威に関する年次報告書の中でこう言いました。2018年3月にソールズベリーで起きたロシアの元スパイスクリパル氏の毒殺事件のように中共の脅威について我々はよく知らないことが多い。イギリスの大学や研究者が警戒しなければ自分の発明を盗まれ企業が競争優位性を失う可能性がある。 また彼は敵はイギリスが何年もかけて築き上げた研究や投資を一瞬にして台無しにしてしまう。これは大規模に起こっていることだ。イギリスの雇用、公共サービス、未来など、すべての面で我々に影響を与えていると付け加えました。記事によりますと、10年以上前の2008から2009年の頃 MI5 はわずか3%の力で敵対国に対処していました。 しかし、それ以来、イギリスの焦点は大きく変化し、MI5 は中共とロシアを敵国と定めました。今年の初め、MI5 は過去5年間で、1万人の英国人はリンクトインの偽アカウントに監視されていたと警告しました。マッカラム氏は、要するに、ハイテク企業や最先端の科学研究、あるいは特定の市場の輸出に関わる仕事をする人の周辺には、常に海外のスパイの影があると述べました。 MI5 は以前に、イギリスは中共を十分に警戒していないと批判し、ボリス・ジョンソン首相が経済的利益のために中国に近づきすぎていることに懸念を示しました。